ソリガメは、陸ガメかソリガメ属に分類されるカメ。本種のみでソリガメ属を形成する。南アフリカ共和国南部から、南西部固有種最大口長 30cm だが、この個体の性別は不明。オスの最大口長は 27.2cm。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でも 21.6cm。廃校は、ドーム上に盛り上がり、 上から見ると細長い。円管板はノコギリ状にならず滑らかで、やや反り上がる。左右の第十二円管板は融合する。あばら管板や C 管板の色彩は孵化直後から、ある管板が暗褐色で、その周囲が高褐色、管板の外縁が暗褐色に縁取られる。円管板の色彩は高褐色で、 カンパンごとに一つずつ三角形の暗色斑が入る。しかし、老齢個体では、廃校が暗褐色一式になったり、C カンパンやアバラカンパンの初生カンパンを除いて、高褐色になる個体もいる。左右の喉カンパンは融合し、骨カンパンも含めて前方に突出する。種小名アングヤラタは、角のある角バッタの意で、突出した喉カンパンに由来し、英名と同義。和名は、 喉甲板がソリのように見えることが由来。また、えめえ、バウスプリットも突出した喉甲板に由来する。頭部は小型。頭部の色彩は高褐色で、頭頂部は黒や暗褐色。死は頑丈で、指跡には発達した爪が生える。卵は、長径3.24から4.3センチメートル、短径2.24から5.3センチメートルで白く、硬い殻で覆われる。 幼体の肺高は上から見ると円形だが成長に伴い細長くなる。オスは肺高がより細長く喉甲板の突出が顕著。またオスは尾が太くて長い。各 DNA 及びミトコンドリア DNA の塩基、配列解析による分子系統学の研究では同じアフリカ大陸に分布するヒョウモンガメ族、ヒラ属、リクガメ属、ヤブガメ属に近縁で、 関係等群を形成すると考えられている。標高900メートル以下の森林や半砂漠地帯などに生息する。中高生。周年活動するが、冬季に気温の低い日には落ち葉の下などで活動せずに過ごす。植生は植物食で主に草を食べるが陸生の貝類を食べることもある。繁殖形態は卵生。オスは繁殖期になると互いに体当たりをしたり。 突出した喉甲板で相手をひっくり返して争う。オスはメスを追いかけ後足や尾に噛みつき交尾を迫る。一回に一個の卵を産む。卵は180日以上、時に12から14ヶ月かけて孵化する。開発による生息地の破壊、伸び、ペット用の採集などにより生息数は減少している。しかし、生息地の大部分が自然保護区に指定されているため、 絶滅の危険性は低いと考えられている。ペットとして輸入されることもあり、日本にも輸入されている。流通は稀。飼育下では人工飼料にも得ずく。ありがとうございます。